左広げてもう一度金森、すぐさま進藤が行く、レオセアラもいます。お金森のボール、ヘディングシュート。この動き出しっていうところは非常に相手のディフェンダーからしてもね、視野外から松田です。この選手は縦への突破が非常に素早いものがありますが、パスを選択、後ろから水戸が来た、水戸俊介、ここから誰にも疲れない位置から斜めにランニングして入ってくるんですよね。相手の背後をつきながら、もうこのランニングですよね。そして小見のワンタッチ中で、逆にボールが離れた瞬間に体を入れに行った渡辺、素晴らしいです。テンポが出てきた、後ろから荒井打つ、ここは人もよくテンポよく動かした後、この追い越していった荒井のランニング、そうですし、5枚いますから、早いタイミングでの、もうこぼした、ユンカー、ハンドリングうまく合ってないのか分からないですけども、泉逆を取った、ファーラー流してます、ワンツー、泉が来た、泉だ、プレーからの流れ、泉左にいたんですよね。結構しっかり、まず宮代左サイド外したんですね。これ一個前のシーン、シンプルですけどワンツーで入り込んで、もっとここは堀米、そして長沼、サガン鳥栖長沼のヘッドで先制。ここも角度出したと思いますけど、はい、しっかりここで、ね、合わしましたね、長沼をね、素晴らしい得点ですね。リーグここまで14というのは神戸の13に次いで少ない数字です。守備の硬さはあるんですが、今日は先制を許し、ホセカンテに、ホセカンテ、しっかりとここでシュート打たずにコントロールしてシュートコースを作ってですね、あとはしっかり打ち、そうですね、はい、ここまた抜いてしっかりと通してましたし、でこれを決めて、いや難しいですよ、このキックは、この距離感というか、いやよく見てました、ずっと顔が出てますしね、ずっと見てましたんで、キーパーの位置を、この岩を、ただこれを狙って、あの精度で蹴れるかっていうと、なかなか難しいので、中4人入っています、仕掛ける金子、浮かせる、前川、片手。こぼれ球ねじ込みました、入りましたよね、そうですね、ここの仕掛けがどうしても1対1なので飛び込めないっていうところもありますから、はい、スパチョーク選手もね、ここファーサイドヘッド、同点に追いついた、まあ、最終的にはフリーでシュートを出てるんでね、長友からタラツミダ、タラツミダクロスが入る、ディゴリベラのヘッドだ、やっぱり対応の仕方がやっぱ難しくはなるんですよね、縦もあるし、はい、で対峙してたのが、まあ、落合なので余計そうかもしれませんね、入れた、松原踏み込んで打つ、決まった、この後ですよね、どうしても、ね、ここエーフェルのところが湘南の選手気になっちゃうんですよね、なのでここが空いてきて一瞬空いた、あのサイドバックの選手が追い越しましたけど、はい、今のは、ね、松原がしっかり外から追い越す2対1のおっとビルドアップ引っ掛けた、アンデルソン・ロペス決まった、湘南のはこれね、自分たちのミスからですよね、あの本来湘南がこういう守備をマリノスに対してしたかった、渡辺康太、ヤンマテウス、杉岡との1対1、ちょっとずらしてクロスボール、アンデルソン・ロペス、これです、今日何回もねこのヤン・マテウスのカットを見てるんですけど、今日これクロスを今度は選びましたね、はい、湘南ラストマッチの町野 PK 決めました、1点返しました湘南、落ち着いてましたね、キーパーの動きしっかりよく見てましたね、はい、あとこの上中のいい反応があります、大外に水沼がいた、止めた水沼、左足水沼、ナイスキーパーからの右足、いいなと思ってたんですけど、まあ、こうやって、ね、結果出ることがね、非常にまたさらに大きな自信になるんでしょうね、あとはこの最初の井上のプレスもそうですけど、3人の交代選手で